はい、今回は池田大作が丸々したその後に様々な噂がある件、こちらを考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この池田大作の件ですね、何回かお伝えさせていただいたんですが、まあ、いろんなことが言われているんですよ。でもちろん本当のことっていうのはわからないんで、まいろいろ言われていることの中から、 まあ真相というのはこういったことなのかなと、まあ、そういうふうに考えられる可能性についてです、ね、今回は考えてお伝えしていこうと思います、まあ、ニュースにもなってるんですけれども、まあね、いろいろ何やらおかしいと言いますか本当のところには触れるところがない、まあ、そんな感じであると思うんですねで、まあ、僕も思ってますしリスナー様も思ってらっしゃると思うんですが、まあ、今回のこの池田大作創価学会の件ですが岸田がです、ね、この池田大作が でねあのように言ったことについて内閣総理大臣とまあ、そういうことを打ってまああの SNS に投稿したこととかもそうなんですけどそれから分かることっていうのがあるんですよ自民党っていうのは統一教会と創価学会に支えられてるっていうことが分かるわけじゃないですかつまりあの政権分離に完全に反してるんで、えー、政権交代が必要っていうことをまず分かるわけですね自民党の政権交代。岸田が 政策が悪いというのももちろんそうですがそうではなく自民党そのものがあ統一教会創価学会に支えられているそういったものなので、えーまあ、政権交代が必要であり同時にです、ね、統一教会創価学会の、えー、ん解散解体そういったところに、えー、行く必要があると思うんですがなかなかそれに関してはです、ね、足踏みしていけないというところなんですが行く必要があると思います。であのこれをです、ね、疑問に持たれた方いらっしゃるかなと思うんですが僕は疑問に思ったんですがはっきりとわからないんですが なぜ、えー、池田大作はですね11月18日にあの世に行ったのかっていうことを発表したのかっていう疑問ですよねすでにもう数年ぐらい前から、まあ、10年ぐらいなんでしょうか前からですねあの世に行っていたんじゃないかってそういったことは言われているんですよニュースにもそういったことが出てるんですがまあそれを いたと、まあ、それっていうのは創価学会の中で求心力を失うからなんですね、池田大作っていうのは創価学会員にしてみれば、ねえー、その何て言うんでしょう、まああ、3代目でしょうけど、えー、拡大してきたあ、まあ、カリスマなわけですよ、創価学会員からしたら池田大作っていうのはカリスマにあたるんで。 そのカリスマがですねあのようにいってしまったということになると、求心力を失ったり、全体のまとまりがなくなったり、そういったことから隠していたとも取れるんですね。で、今回、えー、まあ,あそのなんていうのかな、それをまあその池田大作がまるまるしたということを言ったっていうのは、あまあ、自民党の票集めとも取れるんですよ、自公政権、自民党の票集め、自民党が全然支持されてないから、岸田が増税メガネとかね、減税嘘メ眼鏡とか言われてるのもそうですし、 自自民民党党の他ののの他議員のことも無理なんで自民党の票集めあとはですねこれを言ってた人がいて結構鋭いなと思って僕全然気がつかなかったんですけどあ11月とか12月になると創価学会っていうのはそのお布施の時期に入るらしいんですよね。うん、でこの池田大作はです、ね、亡くなったっていうことを言うことになってお布施がより集まるお布施の強化そういったものにつながると。だから で、えー、このあの世に行ったっていう、まあ、悲しい出来事を、まあ、使ってと言いますか、まあ、僕らは別にどうでもいいんですけど全く興味がないんでね、うん、それを使ってお布施集めに入ったんじゃないかとそういったことも考えられると。で、えー、ちょっと話戻りますが、 この創価学会というものがですね、日本にどれだけ、えーまあ、悪影響を及ぼしているかという、まあ、そういったことをですね、SNS で投稿されていた方がい,いるんですが完全にこの政教分離のところとも反しますが統一教会とは比にならないほどの、えー、悪影響を及ぼしていると。 統一教会というのはだいたい6から8万票と言われているんですが、総科学会は600から800万票と、すごい数がいるわけですよ、学会員というのは、うん。そして、その学会員が、まあ総科学会、公明党、そして政治にどんどん口を出してくるということで、でこの総科学会の問題というのは、その巨大な既得権益とか、いろんなことが複雑に関係していて、誰も手が出せない、政治家も何も言えないということで、うん、もう話にならないわけですよ。 だから創価学会っていうのはおかしいなとかね、統一教会っていうのはおかしいなとは思ってるけれども、政治家があ、まあ、何も言えない、それこそね、えー、下手なことを言ってしまったら、丸されてしまうんじゃないかとか、そういった意気だと思うんで、そう考えると、政教分離なんて建前もいいところで全く機能してないじゃないですか、自民党イコール統一協会、えー、公明党イコール創価学会、んで公明,、えー、公明党の推しのり創科学会は自民党とも関係していると。 で、えー、まあ、こういったこともそうですし、まあ、そもそもね、えー、その自民党が統一教会を解散命令請求するってもできないと思うんですよ、岸田はその間ることの言われるがままなんで、ただ、あ約そのね、えー、統一教会が6から8万票に対して、創価学会は600から800万票ということで、ま創、あ、価学会には何も物申せないんでしょうね。うん、っていう、そういった構造も裏側にあるんじゃないかと思います。全く日本のの国民のためにならならい、えーまあ、弊害ででありますがで このです、ねまあ、ニュースに、えーまあ、書かれている内容が、えー、ちょっと関心深いものがいくつかあるんでそこら辺を考えていこうと思います。僕が今お話しさせていただいたことと、えー、重複する部分もありますし何、まあ、て言うのかな関心深い部分も、えー、結構あるかなと思うんですが、うんまあ、池田大作がですねあのように言ったことで、えーまあ、求心力を失ったっていう点が一つですが同時にですね深刻化,化されていってるということな ですが自民党、公明党はですね、えー、まあ、その票を集める集票マシンが、えー、もうなくなってしまったとまあ、そういったことだから、なんて言っていいのか分かりませんが創価学会の学会員というのはねその信仰している、まあ、だけなんでしょう、僕は統一教会、創価学会そういった宗教が嫌いなんで大嫌いできら、ね、全く何とも思いませんけどただ、それとは別にですね政治利用をまあ、してるされているっていうまあ、ことなわけですよ。よまあ いろいろ書かれていて、えま11月15日に池田大作がまあの世に言ったことになっているで、それを18日に発表したっていうことで、うん。まあ,あのまあ実際は違うんでしょうね。で、その11月18日っていうのは創価学会の創立記念日でえ、このことをもう関係あるんじゃないか、あるいはあないんじゃないかとか。何かいろ言われているんですが。 うん、よくわからないですね、真相はわからないってそういうことなんですよ。で、えー、池田池田大作の長男も、まあ、このことについて、まあ、触れて、でその、池田大作があるように言ったことを、創立記念日の、まあ、なんていうのかな、えー、まあ、そ,そ,それを、創立記念日の諸行事を程度に行ってもらいたいと、まあ、言ったと。うん だからもしかしたらですねこれって言われているんですが創価学会弱体化っていう可能性もあるんですね、僕たちは日本国民はですね統一教会、創価学会弱,弱体化して解体していくことを望みますが本当に、まあね、弱体化してるんじゃないかと。 で池田外作っていうのは、数年前からすでにあのように言ってるんじゃないか、その疑惑があるんですよ、うん、健康状態が悪いとかね、その外交で全然出てこないとか、その病院にいて重病なんじゃないかとか、ある証言では、ですねもうすでにあのように言ってるんじゃないかとか。 そ、まあ、そうういい。ったことが週刊誌に出てるんですがそれも本当かどうかかどわらな、ね、僕はただあのように言っていたと思います。理由はあのように言っていてもそれを隠すのは求心力を失うから創価学会のまとまりがなくなって創価学会員があね、えー、その何て言うのかなその活動に支障をきたすからだから、まあ、言っていなかったんじゃないかと思うんですよね。で僕は初めてこれ知ったんですが、えー、創価学会の元議員で、ね、浜四つ敏子っの元議員でっていう人が 2020年の11月に亡くなっていたって言ったんですね。えー、まあ、2年前、3年前に亡くなっていたと言、まあ、うのか、まあ、僕はもっと数年前だと思うんですが、まあ、これっていうのもなんかいろいろ言われてるけれど、よくわからない。しかし、えー、まああのように言ったことを公表したのは2023年の11月18日だったと。うん、で、えー もうねそのさっきお話したようにその自民党の票集めかもしれないしあるいはその創価学会の中のお布施のことなのかもしれないけれどまな、あ、んだかわからないですけどまあ、いろんなことが考えられると。で もう一つ考えられることっていうか可能性の高いことにこれがあるんですね。池田大作はあのように言ったということで、えー、学会員、信者の選挙離れに拍車がかかる。これが多分一番、えー、公明党、自民党としてはまずいと思うんですよ、うん。あるいは創価学会の内部崩壊っていうことですね、えー。カリスマである。創価学会の中ではカリスマである。池田大作はあ,あのように言ってしまった。うん、学会員は何ていうのかな、右往左往してしまう。だからそれほどまでに求心力を持っていたということですよ。うん で実際、このニュースにも出てますけど、精神的な支えを失ってしまったということですね、学会員たちが。だから、言うなればあ、池田大作って確か3代目だと思うんですが、池田大作のですね、えー、もうこうなんていうこ求心力で創価学会を支えていたその側面があると思うんですよ。しかし、そのね池田大作があ,い、ね、あの世に行ってしまった、いなくなってしまったということで、学会員、信者たちは、あねえー、まあ、 ま、何て言うのかな？あまあ、動揺してしまう。そして、その動揺は何を示すのかというと、創価学会えー、公明党その表ですよね。組織表がえ大きく揺れてしまうっていうことなんですよ。で、はっきりとっていうのは分かりませんが。 あのまあ、自民党の議員というのも、このね、創、え、価、ー、学会の組織票を当てにしている、うんでえー、統一協会の問題で、えー、もう自民党今、こじれてますからで、さらに自民・公明の関係がこじれて、創価学会の票が取れなくなったら、えー、自民党の議員は落ちてしまう、当選してしまう、まあ、落ちてしまえと思うんですけど、だから、これっていうのは、何を思うのかっていうと、 自公政権が終わりの方に向かってるとも取れるんですよ。後ろ側裏側でどうやって風が吹いてるかっていうのはわからないんですよね。ただ池田大作があのように言ったとっいうことで、えー、まあ、そのそのことをですね、今度 えー、まあ何ていうのかな岸田があその解散の方に持っていこうとだからここからここら辺がですね非常に何ていうのかなまあまあ、これを誰かが考えたまあ、岸田本人がちょっと考えたとは思いませんがこれを岸田が考えたあるいは岸田の周りが考えたのであればまあ非常に巧妙なことを考えるなとまあ本当政治の、えー、腐敗具合を,をね、えー、思うかと思います自公政権が終わるんではなくまあ、岸田が解散にこの池田の権をまあ利用したとも取れるんですね なな内策が、えーえー、あの世に行ったということで解散するんではないかそういったなんか空気がまあ、出ている。うん、であのー このニュースではこういうふうに言われているんですが、創価学会員としてはね、ね大きなダメージを受けて、精神的に選挙どころではないとかって思うかもしれないんですが、実はですね、この岸田が池田大作に関してこの言葉をかけたことによって、創価学会の結束が高まって、つまり岸田の解散に行けるんじゃないかと、自民党としては今どうなっているのかと,いうと、政務三役のまあ不祥事とか、自民党内のね、 政治資金、えー、収支報告書の4000万円のパーティー券の不記載とかっていうのがあって東京地検特捜部も動いてるということで自民党の支持率っていうのはもう本当地に落ちてるわけですよ。でどこをどう探しても支持する要素がないんですがこの池田大作のこの件を利用して、うん、支持率を少し上げていく。で 岸田からすれば、なるべくその解散の方に持っていきたいと、えー、いうようなことで、えー、この件をまあ利用したと、うんだ。そう考えるとそう、そうも取れるじゃないですか。だから、あね、えー、岸田文雄内閣総理大臣と書いたのも、こういった思惑があったとも考えられる。まあ、だから、まあ、ぐちゃぐちゃになっているとは思うんですが、うん、まあねそういったことも岸田は考えて,てまあ岸田のねねでしょう、ね、裏側の人間がね考えていたのがなんかわからないですが、ただ、あ もう一つ別のことがありまして、創価学会がもう多分終わるんじゃないかっていう、そういったこともこのニュースに書かれていたんですよ。池田大作は自分で言ったみたいなんですが、自分があの世に言ったら、創価学会はもう終わりだっていうことを言ってるわけですね。うん、で、あの、池田大作もそうですし、この創価学会と創価学会と公明党の関係、えこの政教分離の、ね、疑問、疑念、政教一致っていうのは、あもう、 かかなり前から言われてるんですよ。これ1999年に、えーまあ、この国会で、えーまあ、その池田大作を、ねえー、承認喚文するとかそういったも,ものもあったんですよ。だからつまり、えー、もう何うて言うんでしょうね数十年前からあこの国会でも国民の間でも言われていたんですよ。で、えーまあ、そんなことがいろいろあった中で、えー、この池田大作があのように言ったっていう、まあ、そういったことになると。うん、っていうので、 え何を言ってるのかっていうとこの池田大作があのように言ったっていうことで創価学会内が分裂する崩壊するとも取れるそういうふうに実際取れるわけですよそして、えー、池田大作がですね本人が言っていたっていうことなんですが、えー、1994年のまあ,あ池田大作本人のね、えー、証言で「うん、自分があ,あのように言ったら創価学会はもう終わりです」って言ったらみたいなんですよ、うん「もう終わりですね」その通りじゃないですか。 だから池田大作って僕大っ嫌いですけど多分自負があるんですよ創価学会を大きくしたのは自分であるとかね、うん、この人いろんな黒い噂がありますから、えー、そ,うそういうようなことをしてきただからつまり自分がいなくなったら求心力もなくなって、うん、創価学会があ内部崩壊するもうまとまらないということですで実際に、えー、この池田大作はねあのように言ったっていうことを公表したことで多分創価学会の中でいろんな意見が出て、えー、揉めてるんじゃないかとも取れます 関係者じゃないから分からないいかかららですけどねただあ僕もそうですしリスナー様も思うことっていうのは多分これだと思うんですよね。僕たち日本国民のことを考えて日本のことを考えて統一教会創価学会の解散が、えー、もう本当に緊急課題だと思います、えー、解散が絶対に必要、うん、そして、えー、今回の池田大作があ,あのように言ったっていうことが明らかになったことによって創価学会は多分終わる。うんで 岸田の狙いあるいは自民党の後ろの狙らいというのはこの池田大作の件を利用して、えー、なんとか岸田の解散・総選挙に結びつけようとしてると本当に腐敗しているなともう正直岸田にはこれぐらいしかあもう手がないんでしょうね。うん、国民がもう全く支持ししないし 岸田の周りのお友達が支持したところで、どうにもならないんでで、ただまあ、よく考えるとですね。この池田大作あの世に行ったっていうことを言ったところで、そ,それをしたところで、別に僕は岸田というのは支持率が上がるとはまあ思いませんけどね。うん、まあおかしい話だなと思います。まあこの色々言われてるんで、もちろんはっきりしたことってのはわからないんですけど、調べてみてえまあ、ちょっと思ったこと、分かったこと解釈をお話しさせていただきました。何かご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりです。ということでえー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして。ありがとう 失礼いたします。